ですよね。逆に一周回って治った。イソさん、かわいい、ありがとうございます。いい座椅子、あれ言ったっけなの。あ、もう場面で言ったんか。 そう、今日ずっとなんかもうさ、9時間ぐらい、もう10、12時ぐらいからずっとさ、ずっとなんかインテリアを調べとったんですよ。もっちさん、くま、ありがとう、くま、ありがとう。そう、なんかめっちゃ、そう、家を超大量に模様替えしたくてですね。そうそうそう。そう、めっちゃもう今日は多分この配信終わってお風呂入って、お風呂入ったら絶対にお家を片付けるという作戦を立てました。なのは、てか前髪がなんか意味わからんチョロ毛がいっぱい出てる。 こんばんは、こんばんは。なんやこれ、巻き忘れだな多分。 巻き忘れがめっちゃ気になる。おら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 、ナナはあれだ、まあインテリアも変えたいんですけど、インテリアも変えたいんだけど、ナナはあのね、収納を、服の収納をいっぱいつけようとしてます。ん？どういうこと？ 服、クローゼット、タンスの中をきれいにして、なんか収納ボックスとか入れれるスペースを増やしたい。だから見えないとこをきれいにする、なのは。そして服が入りきらんって言ってたから、クローゼット、ウォークインクローゼットをこっち側に置く。モンさん、バラありがとうございます。わかる、わかる、わかります。そう、ほんでみんなからもらった花とか、めっちゃなんか可愛いスペースの上の壁が寂しいから、何かを飾りたい、花とか。でローソファー買う。これがナナの今後の予定ですね。ゆずさん、ハートありがとう。今後の予定。できるかな？ローソファーはなんていうの、座椅子みたいなもん。座椅子、まあ、そう、床に直接置くソファ。そう、いいおうち時間をナナは過ごしたいと思います。こんばんは、こんばんは。そうだよ、ナナはもう熱盛から飛び立って現実の家も模様替えですよ。プニーさん、ハートありがとう。そう、楽しみなんですよ。でも通販しないといけない。 通販しないといけない。マジ家具屋さんが今どこも閉まってるしさ、もう外も出れんしさ、やばいよ本当。全然本当にマジでやばい。通販を頼むしかないなのは。まあ慣れてきたしね、最近。まあ通販が苦手だった中に、家にあんま入れなくて受け取れないだったから、最近だったらもうすぐ受け取れるから克服したね、多分。
でもまあ座椅子だけはちょっとさ質感がさ確かめたいから、まあ後でかな。あ、布団、ベッドカバーとかも全部変えたいの。7、そうだよ、ベッドカバーもね変えたいんですよ。となると7の今の様子をだいぶお金がかかるということで、まあこれは後回しにします。多分服だけとりあえずスペースをいっぱい作る。そう、服のスペースをたくさん作るところから始めます。そう、ウォークインクローゼットはでもずっと欲しいって言ってたから、でもずっと欲しいんですよね。ずっと欲しい、ずっと、そう、ずっと欲しいって言ってたから。そうそう、ウォークインクローゼットじゃなくてもなんかかけれるやつが欲しい。そう、あつ森みたいに作れればいいんだけどね、現実はそういかないらしいっぽいですわ。でもなんか壁に何かを飾りたい。今壁がすごい寂しくてさ、全部どっかに置いてるんですよ。それが嫌で、あと床に何もないようにしたい。そう、床に何もなんか化粧品とか箱に入れて今床に置いてるんですけど、なんか床に置いちゃったらなんか汚くなっちゃうっぽくてさ、すぐだから、そう、なんかワゴンかなんか買ってそこに入れたい。なんか綺麗にしたい。伊藤さんハートありがとうございます。斉藤さんファイトを、ファイトありがとうございます。壁面収納、何、突っ張、そんなのあるの？どういうこと？上と下に突っ張るってこと？ついつい床、いやそれな、そうなんだよ。でも今床に置いてるのはその化粧品と、あのあれだ、あれなんていうの、ドライヤーとか、そう、そこら辺だけさあ掃除できたらもう、そう、床に何もなくなるから、そう、いろいろ揃えるのもそうありかもしれん。だから100均も行きたいんですよね。そう、カゴっていうよりなんか見えないようにしたいもんだな。まず1個も今7、ほんとカラーボックスとかも全部戸棚ついてるし、なんもない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 んですよ。そう、だからどうにかしたいなーって思っておる。この頃綺麗にしたい、綺麗にしたいよ。どうしよう、でも大体もう決まってるんですよね、部屋の配置は。そう、そう、決まってるんだよ。みんなは何、どういうさ、なんかみんなの部屋を見たいんだけど、参考にさせてよ。どうやってんの？なんか奈々でも、なんか奈々のさお気に入りの可愛いところちょっとごちゃごちゃしてきたからさ、大きすぎて、そう、なんかお気に入りがいっぱいありすぎてさ、ごちゃごちゃしすぎてるから、ちょっとだけ片付けようかなって思ってるんだよね。
こんばんは。あ、ソファー、そう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 、なのもソファーが欲しいの。じゃ一番、いや一番は収納か、2番目に欲しいのがソファーなんですけど、なんかめっちゃ可愛いのがあって、なんかね、なんてクロワッサンみたいなさ感じのさローソファーがあってさ、もうそれが欲しいんだけど、もうちょっと高めで、ほんとナナは困っていますね。ナナコンセプトもない。あら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 、ごちゃごちゃしてるからミニマリスト。そう、ナナもミニマリストになりたいんだけどさ、もう絶対さ、物はさ、物がいっぱいあるそう、ナナ あれなの、同じ服を5枚ぐらい買って、それをもう毎日ルーティンで着るっていうのをしたいんですけど、そう、みんなナナがさ毎日さ同じ服だとさ飽きちゃうじゃん毎日ナナが黒のシャツとかだったら飽きちゃうでしょ。で、握手会とかもさ、お洋服さ買えんといけんからさ、それは服はちょっと妥協できないなと思って。そう、どうしよっかな。そう、ナナは本当にミニマリストに超憧れてます。憧れてるの。でもまあ結局もう本も多いし、なんか収納の中に今めちゃめちゃ何か入ってるし、もう服もいっぱいさ、めっちゃ着る、全部着るけどいっぱいあるから、多分一生ミニマリストにはなれないと思うミニマリストにはなれないと思う。そう、そうなんだよね。いや、同じ服でもね、全部毎日シャツとかだったらみんなも悲しいでしょ悲しいでしょ。なんかでも、うーん、来月まで、いや再来月までには全部綺麗にしたいなそう、だから綺麗にできたらみんなに見せる、毎日みんなに見せれるぐらい綺麗にしたい。そうそう、悩みあるだけでしょ。あら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 、でもね、家ってさ、もうずっといるからさ、まあほんと値段とかちょっと妥協しないで買った方がいいのかなって思う。好きな、なんていうの、かわいいやつ、ちょっと高くてもやっぱね、見た目重視の方がいいかもしれん。そう、だってこの、まあ家から引っ越すってなっても持っていくもんだし、一生使うものだからさ、再来月ってだいぶ先、それな。うちの島の株が551ベル。呼んでよ、なんで呼んでくれなかったのなんで呼んでくれなかったの。とりあえず今日は家を片付ける。まあ今ちょっとまだ綺麗なんだけど、最高にやばいぐらいに片付けます。5日連続お、いいですね。そうそう、僕も機能性より見た目重視。そう、ナナは見た目なんですよね。めっちゃ見た目だ。なんか外から見た時に綺麗な方がいいなって思う。そう、とりあえずなんかぬいぐるみを壁に飾りたいんですよ、ナナは。そう、ぬいぐるみをなんか飾りたいんだけど、なんかどうやろうか、どうしよっかな。そう、穴開けれんしなって感じなんですよ。なんかどうにかして
どうにかしていいようになる方法を探します。探しますね。飾る収納、そう、でもなんかぬいぐるみだったら軽いから、なんか軽めのもんでも乗りそう。そうそうそう、乗りそうですね。もう今なんかカラーボックスの上にさ、可愛いものがさ、なんか密縮しすぎてるの。そう、そうそう、だからなんかないかな。いや、ミニマリストになりたい。ナナの将来の夢はミニマリストですね。ミニマム、浮かす、吊るす、吊るす、吊るした先はどうすんの？で、引っ掛けるとこがなくない？そうね、カラーボックスの上ってマジ展示物になりやすいよね。そう、なんかシンプルにしたいから、なんかね、上に置いてるものを全部なくそうと思ったんだけど、全部なくしたらなくしたでめっちゃ寂しくなると思うんですよ。そう、だからね、やめとこうと思って。そう、みんなからさ、もらったさ、お花とかもさ、全部そこに置いてるんですよ。そうそうそう、展示物にほこりたまりがち。いや、それな、それなんですよ。ぬいぐるみとかちょっとコロコロしないとやばいかも。コロコロ、今日30分経ったら終わりたいと思います。まだご飯食べてないんですよ、起きてから。なんかでも、そう、もともとインテリアめっちゃ見るの好きだから、好きだし、考えるの超好きだから楽しみ。そう、そう、見るのめっちゃ好きなんですよね。なんかお花系の家にしたいな。ご飯あと2食分ぐらいはある、家に。その2食分がなくなったら買い出しに行かないと。こんばんは、こんばんは。風水とかは全く気にしないですね。何時に起きた？14時とかそこらへん。一回朝の4時に起きたんですよ。で、今日めっちゃ寝たんだよね。あれ、普通にめっちゃ寝たんですよ。だからこんな、そう、こんな心が重いんだ。あさん、三色団子ありがとうございます。チューリップもありがとう。そう、イケアとか一緒。そう、イケアのカタログとかめっちゃさ、まあ、最高に見れる。そう、もうずっと見れますね。ナナはこの配信が終わってお風呂に入ったら、お洋服を一回全部見るのが目標です。早く収納ボックスは欲しいな。早く買います。でも実際、なんか実際見ないとさ、ほんとどんぐらいの大きさかわかんないんだが、想像力がないからさ、何センチか、何センチ何センチって言われてもさ、大体がうーんって分かんないんだよね。分かんないんですよ。メジャーあったっけな、この家。あるっちゃあったっけな、どうだろう。そう、でもそういうの楽しいんですよね、ナナめっちゃ。そう、誰かと通話しながら多分やるか、まあ音楽を流しながらやりますね。メジャーあったかな、でもなかった気がすんな。なかった気がする。引っ越した時お母さんが買ってくれてたらあるけど、多分ないな。でもまあ大体
30センチの物差しの長さなのわかるんですよ。そうだから30センチの物差しこんぐらいだから、あこれの2倍だから60センチねっていうのはわかるから、それで計算します。そう30センチの物差しはマジ小学校の時永遠持ってたから、あれだけは長さわかるのだな。両手広げると身長？マジ？いいね、それはそれは良いね。でもなんか大体のあれがあるから、そう、あと家にカラーボックスあるからそれの高さ調べて、あ大体こんな感じかって、なんかの目安は絶対にあるから分かる謎の自信、絶対に本当なんかの目印は絶対に探したらあると思うんですよね。貧乏金の資産だるまありがとうございます。トゥ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 、ねえそれな。あとなんかシナモンのぬいぐるみとか家具を今年はいっぱい増やしたいと思います。そうシナモンをたくさん飾りたい。やっぱなんか白とかさ水色系の部屋には絶対にしたいから、そうシナモンくんを増やすんだ。まやこんばんは、こんばんは。伊豆さん尊いありがとうございます。かわいい部屋、そうかわいい部屋になりたいっていうか、かわいい部屋がいいな。ナナかわいいのこう見えてちょっと好きなんですよ。今何個ぐらい、普通わかんないパッと数えれないぐらいにはある。でももちさんハートいっぱいありがとう、ありがとう。こんばんは、こんばんは。そうそう、ぬいぐるみなんかめっちゃでかい、超でかいなんかさカピゴンのさめっちゃでかいぬいぐるみみたいなあるじゃん、あれのなんかシナモン版出ないかなシナモン版出ないかな、あれめっちゃ可愛いから欲しいんだけど、あれでかすぎる。なんか超コストコさんとかの超でけえクマとか、それのシナモンサイズ出たらいいの。こんばんは、こんばんは。トゥルトゥルトゥルめっちゃでかい、そう見たことあるの、超でかい超でかい。こんばんは、こんばんは。何よりでかい、いやそりゃそうやろ、そりゃそうやろ。7こう見えて154ぐらいしかないから、でもめっちゃ邪魔だよねそう思ったらそうなったらめっちゃ邪魔だよね。あミッフィーもめっちゃ可愛い、そうミッフィーのぬいぐるみもさ、なんか寝転んでるミッフィーのぬいぐるみがあって、なんかそれをさ10個ぐらい並べたら超可愛いだろうなと思ってなんか見てたミッフィー可愛いよね。そう、そうお口バツの子かわいい、そう抱き枕いいな。なんかやっぱかわいいのって天使だよな、かわいいのはいいですね、いいですね。いやマジ今日の夜ちょっと家の整理するの楽しみだな。やっぱ目標ができるってやっぱ楽しいね楽しいね。あスヌーピーも好きですよ、ナナスヌーピーもぬいぐるみ持ってます。そうなんかぬいぐるみいっぱい持ってるかも、なんだかんだてかぬいぐるみ多いな、マジで多すぎる。サンリオは好き、サンリオシナモンと
ックで玉持ってます。かわいい。今みんなめっちゃ配信してんだね、すごっ。そう、好きなキャラがいいです。なんかね、まんべんなく好きだから、ゲーセンとか行ってぬいぐるみあると絶対取っちゃうんですよ。そうだからすごい増えてね、まあ、こっちの家に持ってきてないやつめっちゃあるんですけど、なんか家帰ったらさ、収納の中に入ってて、実家の収納の中に入っててめっちゃ場所を取ってたからさ、ちょっと申し訳ないなと思って。そろそろぬいぐるみもね、使ってないやつはさあ誰かにあげたりしないといけないけど、いけないけど捨てれないんですよね、ぬいぐるみとかって。なんかあげたりもさ、もらってくれる人ももうこの年になったらあんまいなさそう、マジで。もうみんなさ、もう大人だからね。そうそうそう、不況。そう、でもほんともらってくれなさそう。いらないって言われちゃういらないって。でもあれか、子供とかさ、そこら辺に、そこら辺の子がいたらさ、あげたらいいんだ。てか子供できたら、できるまで持ってればいいんだそういうこと？めいっ子いる？ああ嘘、いとこいる。だいぶ先、それはもういつになるのか。親戚ね、そうだよね。もうあげた方がぬいぐるみもさ使ってもらえるしさ、絶対そっちの方がいいよね。ちょっと強制で渡すようなな。でもなんか最近さ、いろんなお母さんとかもさ、ぬいぐるみなんか場所取って邪魔になるだけだからいらないとか言う人増えてきてますよね。現実味を見ている。でもナナは超楽しみ。今日からやりたいことができたから楽しみ。お、何分配信してる？あ、じゃあ壇上やめます。てかね、ホワイトボードが向こうにあるしさ、ペンがさどこにあるかわからんのだけど、ちょっとみんな待ってて。すぐ見つかったわ。おさんファイト、ありがとうございます。ありがとう。早く外出れるようになりたいな。最近ホワイトボードめっちゃ綺麗になってきた。朝お疲れ、ありがとうございます。ベニーさん、ありがとう、ありがとう。はい、じゃあ壇上読みます。 D さん、ありがとう。13位だ。13位、 D さん、ありがとうございます。12位、あやかちゃん、ありがとうございます。11位、マシャさん、ありがとうございます。10位、幸せバッターさん、ありがとうございます。9位、リスグラーシュさん、ありがとうございます。8位、ライコネンさん、ありがとうございます。7位、ドリマルさん、ありがとうございます。6位、なりゆきさん、ありがとうございます。5位、貧乏金なしさん、ありがとうございます。4位、マッチさん、あとラブマリンゴちゃん、ありがとう。3位、アさん、ありがとうございます。アさん、アさん、3位、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。2位、いそさん、なんや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 組さん、ありがとうございます。いそ、よいしょ。
とさん、なんやなんや、磯さん、なんやなんや組、ちゃんと書いてるよ、なんやなんや組ってねえ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。1位、斉藤さん、斉藤さん、ありがとうございます。斉藤さん、今日はエビフライ、斉藤さん1位、ありがとうございます、ありがとう。エビフリアエビフライ、ありがとう、1位、ありがとうございます。はい、ということで、はい、今日も終わりたいと思います。皆さん、今日は30分しかできなかったけど、ごめんなまたね、また来てね。あ、みんなまだフォローしてねーよっていう人、フォローしてくれたら嬉しいな。じゃあね、みんなバイバーイ、みんなバイバーイ、バイ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 、来てくれてありがとう、バイバーイ、じゃあねー、バイバーイ。